さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日は第10回、前回に引き続きまして、炭水化物なんですけれども、炭水化物その2になりますが、その中でも、前回炭水化物っていうのは、糖質と、食物繊維に分けられるというお話をしました。で、今日はその、糖質ですね、糖質の、分類についてお話をしたいと思います。よろしくお願いします。糖質っていうのは、化学的特徴によって、大きく3つに分けることができます。まずが、単糖類、2つ目が、小糖類、そして3つ目が、多糖類です。今日は、それぞれについて、お話ししていきたいと思います。ではまず、単糖類ですね。糖質っていうのは、私たちの体の中で、分解されて、一つのですね、単糖ですね。単糖というものにまで、分解がされるんですけれども、まあ、この単糖っていうのが人がもうこれ以上、分解できない、消化できないよっていう最小に、の単位になるんですけれども、この単糖には、3種類あります。まず一つ目が、ブドウ糖、これは、まあ、グルコースというふうに言われたりもします。で、2つ目が、果糖、これフルクトースという言い方もします。で、3つ目が、ガラクトースというものになります。はい、このように、3つに分けることができるんですけれども、ブドウ糖というのは、まあ、エネルギーの主にエネルギー源になる、ものを言います。で、まあ、多く含まれているのが穀類ですとか、果物、根菜類に、多いです。次の、果糖ですね、フルクトース、こちらは、糖類の中で最も甘いというふうに言われています。で、消化吸収が早いことも、特徴です。で、このガラクトースは、まあ、乳汁ですね、あの牛乳とかそういったものに多く含まれる、単糖になります。では、次にですね、小糖類についてお話をしたいと思います。で、小糖類っていうのは、この単糖が、2つ組み合わさったものですね、まあ、特にこれ二糖類と言いますけれども、それが、小糖に入ります。で、その組み合わせなんですけれども、全部必ずこのブドウ糖がくっつきます。ブドウ糖と、フルクトースの組み合わせか、ブドウ糖とガラクトースの組み合わせか、またこのブドウ糖が2つくっついたものかというので、分類がされています。で、では、このブドウ糖が、2つくっついた場合ですね、それを、麦芽糖と言います。で、ブドウ糖とフルクトースですね、果糖、これがくっついたものが、諸糖というふうに言われています。で、このブドウ糖とガラクトース、これがくっついたものが、ラクトースというふうに、言われています。まあ、乳糖という言い方もします。こちらのように、単糖が2つくっついたもの、組み合わせによって、名前が変わってきます。では次にですね、多糖類ですね、多糖類っていうのは、3つあります。これがデンプンと、グリコーゲンと、デキストリンというふうに言われています。このまあデンプンっていうのは、穀類ですとか、芋類、豆類などに、多いですね。で、次のグリコーゲンなんですけれども、こちらは、前回もお話ししましたが、まあ、糖質摂りすぎると私たちの体に、蓄積されるって言いましたが、その蓄積されている形がこのグリコーゲンという形で、蓄積されています。で、このデキストリンっていうのは、でんぷんが分解された時に、できるものと言われています。
で、このそれぞれの特徴なんですけれども、単糖類と、小糖類っていうのは、甘みがあります。で、この多糖類になると、甘みを、感じません。甘みがありません。ですので、まあ、この多糖類っていうのは、この、まあ、単糖が、いくつもね、たくさんくっついた状態が、多糖類になりますので、まあ、甘みを感じづらいんですけれども、よくねご飯とかもずっと口の中で噛んでるとだんだん甘みが出てくるっていうふうに言うんですけれども、それは、口の中の消化酵素ですとか、まあ、咀嚼によって、どん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 分解をされて、それで、甘みを、感じるという、仕組みになっています。では今日は、炭水化物その2ということで、まあ、糖質の分類についてのお話をしました。どうもありがとうございました。